はい、名人です。今回ですけども1人1000円。ああ、1000円で夢買おうとしたんや。はい、まあ、あなたの夢を買おうか。やったことないんでね。あ、名人初めてやもんな。初めてです、ね、俺もやった。しかももうやっとうから。ここはしかもそれビギナーズラックが、うん、まだ1回も大当たりでなったことないから、まあできればやっぱり名人とかって結構運強そうやから、うん、いいんでね、僕はね。まあそのため結構あれやろ、用意したやろ、金も。そうですね、まあ用意したらしいんで、とりあえず全財産名人の。とりあえず行きますか。まず1枚目ね。まあ用意してるんで。何も用意したんか俺も知らないんでね、こればっかりは。あの売り切れが結構ある。結構売り切れてますね、これ。結構売り切れてますよ。まあだからもう全部売り切れまで持っていくぐらいは多分あると思うんでね、さすがに1000円で。お、え、あ、え、重っ。あ、結構それ重い。え、出てきたんかこれ。いや、出てきたある絶対。なんかあるはず。なんかあるもん。なんかある絶対あるって。なんかあるもん。ありますよ、ね、え、これなの。あ、これ。いや、そんなわけがないね。いや、絶対あるで。でもないんすよ。嘘やろ。なんかあるで、絶対。あった。あ、もう絶対当たりしちゃうわ、でもこれ。なにこれ。なにこれ、ライト。え、見えんぞ、ライトや。ライトや。あ、これですね、レッドキャンピングライト。あ、LED なん、これ。LED、かい。あ、ほんま LED や。キャンピングライトっていうことは、なんかもうその洞窟とかに入るときのラップみたいな。ぽいっすね。まあ結構名人探検行ったりするらしいんでね、もしかしたら使えるかもしれない、ね。これはありがたい。実用的。これはありがたいです。まあ、ダイヤモンド掘りに行けてよったもんな。そうですよ。よし。まあ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 。まあまあまだ1回目なんでね。1000円ですから。こっからまあどれくらい当てれるかっていうところですよね。だから、あ、夢買ってほしいな。大当たり見たことないから。見たよ、ほんまに。え、来た。あー、なんか粗品みたいな。そんまに、ほんまにそんな感じです。お前タオルとかじゃん、これ。もしかして、あ、何これ。はぁ、パワーバンク、メイドインチャイナ。メイドインチャイナじゃん。うお、え、ダブルチャンスカード。え、15人に1人の確率って結構高ないですか。確かにな。何なんこれ、ダブルチャンスカードって。え、これはこれ何なん、何が当たるの。え、だ、何が当たるの。乗ってなくない、これ。乗ってないです。でもダブルチャンスカード、今一番欲しい電化製品は。え、電化製品当たるのか、これ。いつもこれ書いてますけど、今一番欲しい電化製品。はぁ、電化製品当たるのかな。謎の、これは何なん、当たり券みたいな。これ充電器っぽいですね。あ、充電器。なんかスマホの。そうですね、使えるやん。じゃあよくある、まあ、メイドインチャイナなんでちょっとあれですけど。でもまさかのダブルチャンスカード。すげえ、これほら。はぁ、ほんまや。これスマホいけへんかな、これは。 iPhone 無理やる、多分。ああ、 iPhone 無理っぽいっすね、この形。もうダメです、僕も使えないですからね、じゃあ。まあでもダブルチャンスカードだったんで、そうですね、下手しいワンチャンあります。ワンチャンありますね。ディズニーとかね。まあディズニー家電製品で絶対送られてこへん。まあやっぱり時計、オメガとか 3DS とかね。オメガあるんすよ。そんなんやってほしいよ。行くか。このまあまだ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 、うん、まだまだです。予算はほんま尽きないね。まだまだ売り切れがね。え、売り切れた。名人この日のために結構金貯めて取ったって聞いたもんな。スロットとか行きまくって。もうこれはこれはあかんぞ。イヤホン。え、イヤホン。あ、イヤホンですね、これ。ウッド。なんか良さげな。もうなんか絶対良くないやん、これ。もう色とかで。あ、でもまあ金メッキやん、完全に。金メッキなんかごまかそうとしたわけだけど、ごまかしれてへんパターンのあれやん、イヤホンやん。高級感っぽい見せ方をしてくるけど、ね、一番赤いやつですね、ハンドフリーの。さあ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 、まあ、まだ言うて3000円終わっただけなんで、まだまだ4枚目ですね。4枚目ですね。ボン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 行こう。
どんどん行きますか、ほんまに。どれ行こうかな。もう、これ終わらしにかかろう。お、売り切れ狙い。あ、売り切れた。売り切れましたね。おっと、なんか。これ、ええ感じですよ、今。お、お、あ、そうしない、これ。で、下手し、ここで当たり券みたいなのが、あ、サイト可能性もあるから、これは分からんで。お、時計やん。え、時計やん。何これ、クロノグラフじゃないやん、しかも。2個やん、これ。何なん、時計なん、これ。何これ。しゃ、おもちゃやん、これ。メンズメタルウォッチ、アンビション。あ、ちなみにこれ、なんかもう、針がすごいグラグラしたね。わかりますかね。まあ、あれグラグラしたんだ。いや、まあまあ、まあでもまあ、まだこっからやな。はい、というわけでね、まあ今回は。え、お金が。嘘。お金がちょっと。なんか前めっちゃなんか、モットーとか言ってなかったな、俺に。ちょっと。それなんか。いろいろなくなっちゃいまして。あー、マジで。ちょっとやっぱり。まあ、マセラティとか買うからやな、多分。なんでマセラティ買ったん、ほんまに。ちょっと。やんちゃしすぎましたね、さすがに。そこで結構金全部貯めとった金放出したんや。かなりいっちゃいました。あ、みたいですね。まあ、まあ、まあまあまあ言うても、もう唯一の当たりこれじゃないですか。まあダブルチャンス券、謎の。まあ、夢はありますからね。まあ夢ありますね、これ。上にはでもディズニーとか。ほんまあるわ。まあ、なんか分からんけど焼肉とかも。なんで焼肉やねん。なんでディズニーとディズニーの普通のぬいぐるみが比較してあるの、なぜやろ。5000でええやろ、こんなもん。全然違うよ、うん、もうディズニーランドだけでええわ、こんなもん、ほんまに。やべえな、謎の件、お楽しみ応募件。ほんまこれ謎です。15人に1人で、まあ結構の確率やで、確かに。ですよね。絶対当たらんと思うよ。初めて見ましたよね、だってこれ。初めて見たの、俺も。1000ガチャ。そうやな。だから多分当たり。ここ当たり。まさかの大当たり。大当たりです、これは。10万以上の価値あります、正直ね。まあ、そうやな。というわけで、まあ今回はまあそれ以外はね、ちょっと微妙なイヤホンとかやったんですけど、じゃあまたね、リベンジということで、まあ、またマセラティ売ってから、売ってもうそのお金全部千円札に変えてリベンジしちゃった。またできる時間あればしようと思います。というわけで終わります。ありがとうございました。